はい、えー、こんにちはくんです。ということで、今回ですね、2018年、振り返りましょう。はい。えー、ということでですね、えー、普段、まあんまこんな動画2017年は出してないんですよ。なんで出してなかったかというとですね、あんまり振り返るのが好きじゃないんですよね。今、今振り返ったのは、後ろ汚えなと思って振り返っただけで、別にそういうネタってギャグ的様子的な意味で振り返ったわけではない。まあ、しょうがない。はい、えー、ということで、えー、まあ振り返りましょう。今回はね、 今年は振り返ってみよう。去年振り返れなかったし。うん、今年はあんま良くない一年だった。良くない一年だったと思う。あの、まあ、YouTube 的には問題はなかったんだけど、いや、ま、いろいろあったしな。いろいろあったしな。<laughs> あー、クドシってやつかもしれん。えー、今年一番最初に開けた動画は、えー、特攻作戦で死にまくり、モンスターハンターワールドディアブロス討伐。 全く1月1日が始まったことには触れてないですね。で、私なんと今年の動画ですね、1658本最低でも上げています。で、これ最低でもってところなんですけど、まあ、最新動画っていうマイリストの中から探ったやつだから、基本的にここに追加はしてるのね。だけどま、あ追加漏れとかも10本、20本、1本ぐらいにあるから、まあ、1700本ってところかな。はい。えー、ということで今年の動画投稿本数、1700本でした。 頭おかしいね。1700本だとすると、1日あたり何本投稿したことになるんだろう。1700割÷る、えー、365は、えー、1日あたり4.6本投稿したことになります。えー、まあ、それだけの数を投稿できたということは、まあよかったのかな。うん。やっぱこれだけの数ね、投稿すると一本一本がつまらなくなるというふうな現象が起きがちなんですが、 ええー、まあどうでしょうか。まあ一本一本、できる、俺はできる限り面白くしようとしているつもりなんだが、ええー、まあまだまだ。あー、ゲッティング・オーバイットとかやってたですね。やってた感じです。2017年1月。まあちょっとゲームタイトルをね、振り返っていきましょう。ゲッティング・オーバイットとかね、まだ PBG はやってるね。うん。あと、ヒューマン・フォール・フラットでなんか田中と何かするとかやったりとか、うーん、まあそういうことをやってますね。そしてまだバトルフィールド4っていうゲームやってます。 最近見始めたキッズはね、バトルフィールド4なんだそれって言うかもしれませんが、えー、私が遠いイニシエの時代にプロゲーマーになったあのゲームです。はい。えー、ということでね、ということなんだ。もう BF1 とかもやってるね、まだちょっとは。多少はやってる。ただ、最新作のバトルフィールド5、本気でやってないな本気で面白くないんだよなはい。 えー、ということで、他はうーん、何のゲームしてんだろうな、んかずっと PBG とか、あと、あれだな、あの、アストロニアやってるな、アストロニア。アストロニアっていう、なんか惑星探査のゲームをやってたりとか、なんか、まだこの頃はね、こう一つのゲームを、こうパート40とかまでやるみたいなことやってて、アストロ、あの、サブローチがパート44とかが発生してるね。うん。ま、あそんな感じで、 こう、単発芸っていうのがちょっと少ない印象だね。あのー、最近だって単発芸とか、あと人狼ジャッジメント先輩がいないね、まだ。何かが足りないと思ったら人狼ジャッジメント先輩はいません。まあ、この頃は、そうだね。まあ、でも、なんかモンスターハンターワールドとかやったりとか、やっぱちょっとずつべ、なんか、FPS 以外にシフトしてる感じだね。その、まあ、若干、 やるゲームがなくなってきてる感が漂うね、このあたりは。2017年の初頭 ?2017 年の2月あたりに今なってますが、なんか、ちょっとやるゲームなくてどうしようみたいな。で、荒野行動とかをね、ちょこちょことやり始めた頃ですね、これ。いや俺、こうして見ると、こうして振り返るとね、俺、 あんまり YouTuber とコラボしてないんだよね。その、界隈的なものでやってはいたけど、YouTuber とのコラボっていうのは全然なんかった。そしてメタルギアサバイブだそう。メタルギアサバイブが出たんですよ。この日付は、えー、っと、2018年2月23日にメタルギアサバイブパート1を投稿してます。なんと30万再生いってます。あのね、俺の動画って1日に何本曲げるから、あのー、気づいたら何十、10万再生とかいったりするんだよね。 あの、PUBG メンバーが船に乗るとこうなるという、ブラックウェイクというですね、海賊船のゲーム。これ12万再生いってますね。すごいな。案外、案外すごいです、これ。再生数がね、後からね、じわじわと伸びてくる。ま、YouTube 全体にそういう現象はあるんですが、私の動画では特にそういう印象が強いかもしれないです。うーん。こうや、コーか。PUBG か。PUBG は、 最近またちょっと増やしてきたんだけど、まあ、あ一時期ね、もうチーターがやばすぎて、全然やれてなかったよね。やる気が、もう、もう絶対チーターに殺されますみたいになってて、やる気が絶望してきたんだけど、PBG の人気が、こうなってきたおかげで、逆に、なんか PBG やれるようになってくるっていう謎のね、展開がありました。まあ、この頃は PBG もそろそろネタ切れしてきてですね、ノンスコープ縛りとかバックなし縛りとかなんかこう、 意味のない縛りが繰り返されるようになった頃ですね。まあ、この頃辛かったんですよ。動画を撮るネタがない。えー、普通に優勝してもつまんないって言われるかなと思って、なんとか縛りとかしてましたね。はい。もう p u b g あげてるの上あげてる人自体がそもそも少ないから、もう普通にやるだけでもいいような気がするけど、そして、えー荒行動、荒野コード。荒野コードも意外と8万再生ぐらい取れてるとか、意外と数字は取れてるみたいですね。はい。そして、 えっと、プリズンアーキテクトシャープ27とか。まあそういうゲームはあんまやんなくなったね。うん、そういうこう、シャープ30とか3シャープ40とか行くゲームは、うーん、あんましなくなったっすね。別になん、なんか明確な理由が、まあ単純に再生数は落ちる。うん、っていうのもあるね。<laughs> 単純に再生数は落ちっていうのはあるけど、 PBG メンバーでチートレベルのサメ、デプス、デプス8万7000再生。意外とね、意外と言ってるんだね。デプスで。デプスでだよ。デプスっていうサメのゲームで、それぐらいいってますね。つってもう,もう今ね、今振り返ってね、ガーって今スクロールしながら振り返ってるんだけど、このね、サングラスに映って反射で見えるでしょ、この。この辺この辺かまだ1000なんですよ。あ 人狼ジャッジメントが出てきました。俺まだ覚えてるよ。人狼ジャッジメントで最初に上げた動画。カリウドなんだよ。カリウド、確か。俺、人狼ってさ、なんでこれ人狼やり出したんだっけなきっかけがいまいち覚えてないんだよね。きっかけいまいち覚えてないんだけど、俺最初の動画だけ俺が編集した。これ自分で、確か。一番最初の動画、で30万再生いってる神守りからのなんちゃらみたいな。なんでこれ、どうして人狼ジャッジメント俺はやろうと思ったのかね。いまいち思い出せないんだよ。 えー、ちなみにじ2018年4月10日です。まだ人狼ジャッジメントやり始めて1年も経ってないんですね。FPS やり始めて5年ぐらい、あの、持ちこたえ続けてれたから、人狼もそれぐらい持ちこたえれるのでしょうか <laughs> うーん。まあ、どうやら、この頃ぐらいから人狼ジャッジメントが徐々に徐々に増え始めていったっていうような感じかな。もう最近になったらもう人狼はうちのメインコンテンツと化してしまったんだが、 そしてこの頃、えー、シティスカイラインズ PBG マップ再現企画が始まります。ただしこれ、凍結されています、今。凍結企画ってやつですね。凍結されてますね。まあ、しょうがないのか。そして、えー、なんかファークライやったりとか、スタンリーパラーブルとか、このスタンリーパラーブルっていうゲームがね、かなり伸びたんですよ。これ実はね、これ初見プレイじゃないんですよね、これ。 実は、夢を壊すようなことを言ってすまない。これ、実はねちょっと、ちょっとだけ演技要素が入っている。これは、えー、5年ぐらい前にやってた。だから、完璧には覚え,覚えてはいないけど、5年ぐらい前にやってたから、まあ、うん、はいって感じ。<laughs> あ5年ぐらい前にやっちゃってたんだよね。なんかこん、ちょっとやってみるかと思って、5年前に確かにやったけど、 今更やったら、実は再生取れんじゃねみたいなで。そんな気がしてから、やってみたら再生が取れちゃったっていう、そういうシリーズだね。まあ、意外とありかもしんないね。昔ニコニコとかでやってた、あ,あの、ゲームを今更やってみるっていう。何も言わずに。一回見たことある人からしてみれば、あ、くんさん初見のふりしてる、おもろ、みたいな感じにもなるし、そしてですね、 あの、マーダーパースイーツっていう、乗客に紛れてプレイを暗殺するゲーム70万再生いってるんですよね。YouTuber 本当にわけわからん。こういうのがある。マジで。マジでこういうのある。そして、フォートナイトをね、そろそろやり始めた感じかな。うん。6月ぐらいから。少しだけフォートナイトをやり始めて。ただ、フォートナイトね、今だいぶね、 面白いんだけどね、再生数がね、伸びないんですよね。うん、再生数が伸びない。あ、ザ・フォレストとかやったねザ・フォレスト。ザ・フォレストね、面白かったなただ、パート1、パート2とかでね、だいぶエクザムと田中が割と、なんか、ザ・フォレスト、あんまよくわかんなくて、ウェーみたいな感じになって、ね、パート1だけちょっと微妙だったんだよな。まとまりなしのもわちゃわちゃすぎるみたいな感じになって、パート2か3ぐらいから確かね、 メンバーからさらっと消えてしまっているという。次にやったゲームなんだろう。なんかこう行動とかだななんか、この頃よりね、なんか難しくなった気がする動画を撮るのが、撮影するのが。やっぱ、あの、人狼ジャッジメントとか、失敗もあるしね。シティスカイラインズっていうゲームって、失敗がないのよ。取り切れるのね、確実に。だから、そういう意味で、こう面白あの、 楽だったんだよね。あの、レチャンでパート40とかやるゲームをなんでやってたかっていうと再生数伸びないんですああいうゲームって。なんでやってたかっていうと楽なんだよね、まあ。とにかく楽。楽に完結するからやってたって感じはあるかもしれん。ええー、と、まあ他ではね、まあ、こういうコードいつまでやってんだ、これ。こういうコードいつまでやってんだろうね。2018年5月。 31日、警察の家宅捜索からありえない技で逃げ切れるかやってみた。このゲーム結構面白かったんだけど伸びなかったんだよね、再生。これ結構面白くいったと思うんだよな、編集も含め。なんか編集も含めて面白かったのになーってやつが伸びてなくて、なんか面白くないなーとか、しょうもなーみたいなやつが伸びてたりとかするから、俺にはよくわからないよ。そして無編集のマジでしょうもない動画とかが、あのー、なんか伸びてなかったりとかするし、伸びてたりするし、 非常に難しいね、YouTube とは。YouTube は難しいことが非常によくわかる。えー、っと、あ、波状とか出たのが波状キッズ。お前波状してるだろう。これが2018年6月10日だね。意外と27万再生しか行ってないんだ。もっと再生されてる感じのイメージだったけど、実はそこまで行っていないと。あ、3日連続で誰も噛まずに勝利する。ノーアル人狼ってやつ。これ68万再生。凄まじいね。 クレイジーな感じの、えー、スコアを叩き出しています。ザ・ラフトもこんな感じか。うーん。いやー。なんだか、懐かしい気持ちになるな界隈か。界隈の動画があるな、多いな <laughs> 界隈か。 いやまあ、多くは、もう俺は言わんが、多くは言わん。多くは言わんが、俺人生で2番目に辛いかも。うん。人生で2番目にね、辛かった出来事かもしれんわ。人生で一番辛かったのはね、仕事を辞めるとか、くらいの頃。で、YouTube もやんなきゃいけないし、みたいな感じの時が、多分じあの、受験とかぶっちゃけそんな辛くなかった。<laughs> 受験はね、 なんか言うてなんかそこまでなんかガチガチに本気でやってなかったような気もしなくもない <laughs>。うん。受験はって感じだけど、なんかこ、今年は人生で2番目に辛い出来事だったなもう俺は多くは語らん。多くは語らんが、いろいろ大変だった。いろいろあったってことよ。まあ。お人狼殺か人狼殺が人狼殺って あ、8月なんだ。な、7月とかなんだ。ええー。7月とかにもう人狼殺出たんだ。なるほどね。あー、まあ、まあ、4、5ヶ月前か。ふーん。あ、第五人格出た。これ最初タイアップだったんだよね。タイアップの案件でやったんだよね、第五人格。それで11万4000再生か。 第五人格最近やってないんだよなぁ。第五人格さあの、やってない理由としてはさ若干飽きちゃったみたいな要素が割とある。若干飽きちゃったね。なんかこう、うん、若干飽き申した。なんか同じことの繰り返しなんだよなプロスタは飽きる気配ないけど。な今、俺の中では、スマホゲーで、 あ、あの、遊ぶ枠は、第五人格からブロスターに変わっちゃってるんだよね。ブロスタはマジでね、ちょっと案件くれ。頼む。案件ください。案件でくれたらマジ最高、ブロスターで。あと、どうだろう。他、まだ、まだシティスカーちょっとちょぼちょぼやってんな。そして、フォートナイトがちょっと増え始めた。 なんでフォートナイトってね、意外と流行ってるゲームのように見えるんだけどさ、俺がめちゃくちゃスーパープレイして上手いわけでもないっていうのと、あとさ、あのー、そこまでフォートナイトに時間がさ、なんか、なんだろ、アップデートの情報を追って、そこアップデートが入ったらすぐ動画がすぐ動画がってやらないとフォートナイトってダメなのよ。で、それが、ま、できないから、なかなかフォートナイトをこうメインコンテンツに据えるのができないんだよね。フォートナイトで稼ごうみたいな、ちょっと、俺のチャンネルでは無理かなと。 いう感じはする。まあ面白いゲームだし、まあかなり練習はしたんだけどね、大会付近。うん、まあまあ、また動画、動画全然上がるよ。動画全然上がるけど、ちょっとアップデート追いかける系はちょっと無理。無理だし、やりたいともあまりもう思えないというか、さすがに無理かなと。まあ、アップデート追いかける系も再生数は稼げるんだけど、アンダーテイルとかあったな。アンダーテイルねー、何パートだっけえー、っと、 な皆殺しパートとか、あと、なんだっけ、ピースフルパートとかあるよね。などっちか、どっちかやってもいいんだけど、なんかいろんな日々の、日々,に日々やるべきゲームにの忙しさにこう押し潰されてやれてないっていうふうな感じだね。まあ、PUBG がチーターチーター言いまくってる時期だね。これは、えっと、2018年の 8月か。8月にアンダーテールだよ。早ぇ。マジか。うわぁ、あっという間だな、なんか。8月か。8月ね。8月。うん。そして。アンダーテールが終わって。 まあ第五人格とかは割と増え始めたかな。と、界隈の雑談とか、界隈に関する動画がちょっと増え始めた。雑談しましょうみたいな。そしてここで東京へ来るって感じか。<laughs> <laughs> なるほどな。 うんこの頃か、人狼殺、人狼ジャッジメントの勢いがかなり出てきてるね。そして、ホラーゲームとかをやってたのがホラーゲームもう10月とかじゃないか ?9 月とか ?10 月5日か、ホラーゲーム。あー。10月5日。マジか。あー CO、CODBO4。 これが10月。10月のわぁ、バトロはな、流行ればよかったよな、バトロは10月の。10月のバトロは流行ればよかったなこれ、全然流行んなかったね、バトロワの方。マルチばっかりやったね、結局。なんか唯一の俺の中での FPS の希望って感じだったけど、あぁ、うーって感じだったね。わーうーん。そして、 えーと。混沌軍団 vs 日本刀侍。あー、トータルアキュレートバトルシミュレーターか。俺、これ七7万再生いってるんだよな。うん。対して BF よ。BF5、影が薄いんですけど。うん、影薄いね。薄々だ。 薄々。どうしてこうなっちゃったんだろうななんか <laughs>。どうしてなんだろうな再生数4万8000か。うん。今、エースコンバット7の動画、7の広告見てた。面白そうだね、これ。エースコンバット7。なんでだろう バトルルフィールドやっぱ同じゲームだから飽きちゃうのかな個人的にもねなんか同じことしかやってないような気がしてなんか無理かなって気持ちが割と出てきてしまったうん同じことずっとやってんだもんねその BF4BF1 とずっと同じだからその基本的には全部同じバトルフィールド1と同じすぎたんだよな周りでやってる人いないんだよ 力投なんてアンインストールしたっつってたからな俺、新しい PC に変えたのね、実は。変えたんだけど、あのーあ、変えてさ、あっちに、方にある、あこれ、あ、この辺。<laughs> これカメラのね、これを見ながらね、指さ、指先操作するの難しい。あそこにあるさ、ここ、これ、これだ。これ、これね。これ昔のパソコンなんだけど、新しいパソコンに変えたんだけどね、まだバトルフィード5インストールまだしてないんですよね。 インストールしたのはとりあえず PUBG とフォートナイトと、えー、みたいな。あと、人狼ジャッジメント <laughs> とか <laughs>、配信関係、録画関係のものをインストールした感じで。で、えー、ここで、最新100ぐらいで第5人格が少しなくなりつつあると。そしてダステルとコラボか。そしてスマッシュブラザーズからの、おじゃるそんな感じか。 いやー、いろいろねー、動いたねー、2018年は。2018年はねー、コンテン、訓のコンテンツがだいぶいろいろ動いた気がする。あの、一番動かなかったのは2016年。2017年ぐらい。あの、2016、2017、マジで暗黒期って感じ。PBG が出るまでって感じ。マジで、うーん、アンダーグラウンズな感じ。2017年の上半期もかなりやばかった。 2017年の最初のね、あ、違う、2017年下半期と2018年上半期の PUBG が終わりかけるぐらい。だから2018年の、その、上半期の PUBG は、マジで何しようみたいな。どうすんのみたいなところがあって、だいぶしんどかったね。だいぶ <laughs>、かなりしんどいけど、まあやってたみたいな。2016年、2017年はね、なんかバトルフィールドとか、 そのゲー、FPS のゲームがもう袋こじみたいになってて、あの、もう、伸びないし、なんかマンネリだし、まあ好きだからやるけど、うーん、YouTube としての成功はないな、みたいな。なんか、負け込んだから、結局。負けるコンテンツ負けなのよ。FPS って負け込んだから、あの、勝ちコンはね、マイクラとかフォートナイトだね。 FPS っていうかまあ、まあ BF とかだね。まあ FPS とかシューティングってひとまとめにするといろいろ荒野行動だってあるしありすぎるから。まあ言うなればその、シューティング FPS に関して、PC の FPS に関してはほんと負けこんになっちゃってるから。そして個人的にも BF 5が、COD のな、バトローが流行ったらな、ワンチャンって感じだったんだけど。うーんって感じだしな。BF かなー、 ま、今度また脱世で誘ってやるわ。ま、脱世で誘ってやるぐらいだな。そして、人狼。人狼すごいよね。俺、別に人狼、なんでこんな、ね、すごいね。わけわかんない。わけわかんない感じよね <laughs>。もう、もうわけわからんよ。あの、俺も自分でもわからん。けど、まあ、まあ、はいって感じ。 まあ、第五人格はそこまで、まあそこそこ実ったかなーって感じかな。公式のイベントとかに呼ばれていろいろやったりしてるし、まあ第五人格はまあ、まあまあ、ただそこまで今続けていないから、まあ第五人格の枠がブロスタンなんのかねーって感じかな。うん。まあただ、ああいうゲームしたいな。ザ・フォレストみたいな少し短くて、パート5ぐらいで終わるゲームとか、 ややっっぱり一人でやったりとかみんんなで遊んだ、りが面白いかな,ただなかなかこうみんなで集まって遊ぼうみたいな機会ってあんまないんだよね。こう、なんだろう、やりたいゲームが合致してたら集まるんだよ、大体ね。このゲームやりたいとか。ただそれがね、あんま合致してない場合ってね、こう集まんないのよね。いや別に人集めることはできるんだけど、その、 ななかなか難しいよねそこは YouTuber としてがっつりやってくみたいな感じだったらその別にいいんだけどその YouTuber としてその「フォートナイト」の YouTuber になるぞみたいな BBC の YouTuber になるぞみたいながっつりこうあって毎日投稿してこれやってみたいのがあるんだったら別だけどまあそういうのがないんだったらまあ撮影する動機もあまりないしダラダラにはなっちゃうよね。 はい。まあ、ということで、そんな感じのそんな感じで、2017年を振り返ってみたけど、YouTube のコンテンツは激動だったな。かなり動いた気がする。そして、あの、再生数はね、まあ成長はしてるね。データとして成長はしてはいる。間違いなく。まあ、だから、まあいいこと、まあ、YouTube ので言えばかなり、成長幅は、いい方、ではある。 が、うーん、なんか、FPS, TPS は成長はしてないね。うん。個人的には。俺のチャンネルにおいては FPS, TPS は、まあ、うーんって感じ。<laughs> あの、引っ張ってってはないね。うちのチャンネル自体を。あ、別に好き嫌いとかそういうの抜きね。好き嫌い抜きにして数字で見ると引っ張ってはない。まあ、まあまあって感じ。 ホラーゲームね、ガチで怖くて、ちょっとやれてないんですよね。ガチで怖い。ビビりまくっててやれないみたいな感じです。まあそんな感じで2017年、まあいろいろやってきましたが、多分2018年も、うーん、いろいろやっていくでしょう。うん、いろいろやっていくと思われる。ので、まあ、のんびり見てください。あのー、なんだろう。 クンさんがまるまるやらなくなったうわーって大騒ぎする人もいるかもしれないけど、俺は結構やってるゲームコロコロ変わってるから、あんまり大騒ぎせずに、のんびりしてたらまたやり始めるかもしれないし、まあ、ゆっくり見てください。うん。あの、少なくとも、ラジオ動画とかは見れるはずだから、うん。あの別に画面消してみえ、見たら、 ユーロトラックシミュレーターと一緒だし、内容もそんな変わんないから、まあラジオ動画は唯一の一つのコンテンツって感じなのかな。ラジオ動画系、か何かを語る動画っていうのは多分これからもやり続けるし、これからも出し続けるとは思う。だからまあ、それだけ見るのもありなのかもね。うん。っていう気がしました。はい。ということで。 2018年。いろいろあったなぁいろいろあったなぁ。まあ、きつかったなぁ。かなり、かなりきつい一年になったなぁ。来年の2019年は、もう少し、もう少しなんか、 いいといいね。もう少しいい風向きになってほしいなと思う2019年でした。ということで、おつ